師団じゃねえか。帝都に攻め込むとこか。でも足踏みしているみたい。そうだねえユーリー、フレンが一緒に来てくれたら心強いんじゃない。騎士団率いてるんでしょ。あたしらと来るのは無理なんじゃないの。偵察が戻り次第各小隊長を集めて。ユーリー、みんな良かった、無事だったんだな。エステリーゼ様はまだザーフィアスなんだな。ああ、今のところはまだな。そっちは何やってんだ。親衛隊がこの先に布陣している。出方を見るために送った偵察隊が戻るのを待って。隊長、今はあまり彼らと話す時間は。心配ご無用、長居するつもりはねえよ。君たちも帝都に行くんだね。ああ。少しだけ二人で話がしたい。いいかい。隊長。大丈夫だ、すぐ戻るよ。行こう。ヨーデル殿下から何が起きているのか、おおよその話は聞いた。エステリーゼ様の能力のこともね。万が一の場合、君は。おいおい、そうならないようにするために俺たちは行くんだぜ。分かっている。僕が言っているのは最悪の場合の話だ。俺はもう選んだんだぜ。忘れたのか。そうだったね。俺は腹をくくった。その上で望みを拾いに行くんだ。お前はどうする。ずっと考えていた。法とは何か、罪とは何か、良いものと悪いものの境はどこにあるのかと散々考えて出てきたのは、はっきりした線引きはできないという分かりきった答えだけだ。法が必要だという思いは今でも変わらない。それでも君を悪だと呼ぶ気にはなれない。だからせめてこれ以上繰り返さずに済むような世の中を作りたいと思った。それなのに今またこんなことになるなんて。なら一緒に行くか。どうせ帝都はエアルだらけで騎士団は入ることができねえはずだ。俺らとなら全員は無理でも多少はなんとかなるかもしれねえぜ。デインノモスか。正直この先どうなるかはわからねえ。だからどうするか自分で決めてくれ。僕は。失礼します。敵陣から戦闘機械の大群が出現。ものすごい数です。なんだって。